皆さんこんにちは。釣れない釣りログの秋です。私は今伊豆にある道の駅に来ています。ご当地の美味しそうな食べ物を見て、こうやって寄り道するのがとても大好きです。旅のお供にドリンクを購入します。まだまだ暑さの厳しい季節、この子を片手に目的地へ向かいます。今回は女友達と釣り遠征です。おしゃべりしていると釣り場までの道のりが一瞬に感じてしまいます。途中展望台に立ち寄って、これから向かう先の海を眺めてみます。今回は1泊2日でお休みを取ったので、いつも以上にのんびり釣りが楽しめる予感です。釣り具屋さんに立ち寄ってから情報収集し、おすすめしていただいた釣り場にやってきました。こちらの釣り場はどうやらこの岸壁沿いがポイントになっているらしく、かなりの確率で根魚などが狙えるとか。こちらで少し遊ばせてもらいます。いつもの竿に大好きなブラフリ仕掛けをつけていきます。餌はもちろん青い染めの登場です。早速やっていきます。今回こちらは全く初めての釣り場なので、何をどうしたらいいのかいつも以上に分かっていません。当たりがなさそうなので少しだけ場所を移動します。この日はかなり怪しいお天気で、風が強くなる前に一匹釣ってみたいところです。底を探ってみたり場所を移動してみたりを繰り返します。磯目を落としてそこにトンとつけて少し待ってみると、ついに当たりが。突然のヒットです。何かが竿をしならせます。思い切って一気に上げてみると、全くなかった中、突然のゲストに大興奮です。釣れました。カサゴ、美味しいのだ。美味しいのだ。すごい、やった。なかなか両型のカサゴをゲットしました。2匹目を目指してまだまだ頑張ります。ちょっと投げてみたり場所を移動して探ってみたりしますが、どうやら釣れなくなってしまったので場所を移動することにします。お昼の釣りの後 2,3 箇所釣り場を回ったのですが、その後天気が荒れてしまい釣りどころではなくなってしまったので、安全に釣りができるようになるまで様子を見ていたらすっかり夜になってしまいました。一本は青い染めをつけたブラクリを軽く投げておいて、もう一本の竿を準備します。
久しぶり、皆さんお待ちかねの電球機の点灯式をやってみました。本当に真っ暗で何も見えない海に赤い光をポツンと浮かばせて、あとはひたすら餌を付け替えながらその光を眺めていきます。風の音とかすかに聞こえる虫の声がなんだか心地よい夏の夜釣りです。水面に何か動きを感じたので慌てて照らしてみることに。見えるでしょうか、めっちゃ可愛い。イカの赤ちゃんたちが集まってきました。エギを投げてみたりしますが反応はないようです。当たりがなさすぎるので胴付き仕掛けに変えてみることに。するとここで夜釣り初の当たりが。何かが胴付き仕掛けに食らいついたようです。巻いたらバレてしまいそうでどうしたらいいか分かりません。敵は手強いようでなかなか上がってきてはくれず、この状態でしばらく駆け引きすることに。向こうの気の緩んだ隙を見て一気に巻き上げます。釣れたのは本日2匹目のカサゴでした。いい方、カサゴで。正直かなり引いたので旗でもかかったのかのようなテンションで大騒ぎしてしまった私たちでした。この子もお持ち帰りして美味しくお料理させていただきます。その後は友達の竿にも私の竿にも当たりがなくなってきてしまったので、この子と一緒に今日のところは宿に帰ります。2日目の朝になりました。この日は朝からひどい雨でしばらく宿で待機していました。早朝の釣りは諦めましたが、ようやく外に出られる天気になったので早速釣りをしていきます。とは言ったものの釣り場はかなりの強風、できる釣りは限られてしまいそうです。今日はなんとなくサビキをやってみることにします。昨日は根魚が釣れたので今日は回遊魚が釣れたら本望です。しばらくやっていましたが反応がないので少し別の場所に移動してきました。すると本日初のあたりが。サビキ仕掛けに何かがかかりました。釣れてくれたのはサバでした。本日ようやくの1匹目、とても嬉しかったです。サバが入ってきたということは
ここからはフィーバータイムの予感です。始まってしまったね。わー、ほとんど入れ食いのサバタイム。友達も私もどんどん釣り上げていきます。連続するあたりの中、気の沈み方が少し違ったように見えたので、恐る恐る上げてみると、なんと今年初アジを釣ることができました。もしかしたらアジの地合いが来たのかと思い、気合を入れてサビキを投げていきますが、その後も釣れるのはサバばかり。アジは奇跡の一匹だったようですが、釣れてくれて本当に嬉しかったです。下田の海で釣れたお魚たちをお料理していきたいと思います。まずはカサゴからさばいていきます。まずは鱗を取っていきます。お腹を開いて内臓を出して、エラも取ってきれいに洗います。次はサバたちです。だけ釣れてくれたアジも一緒です。青物たちが出揃いました。こちらもさばいていきます。頭を落としたら三枚おろしにしていきます。かわいいアジも鱗を取って前後を切っていきます。お腹を開いて内臓を出して水で洗います。サバは腹骨と中骨を取って細長く切っていきます。色とりどりのパプリカたちは細切りにしていきます。玉ねぎとニンニクはみじん切りにしていきます。さばき終わったお魚たちには塩コショウをして軽くまぶしておきます。オリーブオイルを入れたフライパンを熱し、ニンニクと玉ねぎを炒めていきます。サバはいい色になるように焦げ目をつけていきます。炊飯器にお米を1合とパエリアシーズニングを入れていきます。サバ、炒め玉ねぎ、パプリカの順で並べていきます。最後に一匹アジをトッピングして炊飯器をセットします。残りのサバでもう一品作っていきます。食べやすい大きさに切ったサバに塩コショウを振ります。ニンニクチップスを作って、その油でサバに火を通していきます。あとは材料をオイルでつけていきます。焦げ目のついたサバ、カリカリのニンニクチップス、いい香りのする葉っぱとおしゃれそうな胡椒を入れていきます。最後にたっぷりオリーブオイルをかけて味がなじむまでつけておきます。さあ最後はカサゴを使った一品です。塩コショウしたカサゴはオリーブオイルで焦げ目をつけて、カットしたトマトとブラックオリーブを入れていきます。
買ってきたアサリと水と白ワインを入れて、あとは待つだけです。いい匂いがしてきたら、すべてのお料理が完成です。下田の海で獲れた新鮮なお魚を使って、今日はスペイン風に仕上げてみました。仕事も美味しく作ることができて良かったです。本日は白ワインをご用意しました。忘れられない夏の思い出と下田の海の幸に感謝して、今回の旅を締めくくらせていただきます。それでは乾杯。